にすぐじゃなくていいから、ちょっと考えてみてくれるかな。待ってるから。じゃあね。なんだ、まだいたの。何何でもないです。脅かさないでくださいよ。びっくりした。何はい。俺愛の告白されちゃった。それはちょっとよくわからないんだけど。いや、さあ、ちょっとわからないって何ですか。誰なんだろうな。何か？さっか。若い。あの人の声だったな。若い？ちょっと！どういう意味ですか？どうせ私は若くありませんよ。だから日本の男性は嫌なんです。女と見れば若いの、若いのって。幼いのよ！あ、ちょ、あの、一緒に飲みに行きませんか？え？僕がおごりますから。あの、ちょっといいことがあったんですよ。ぜひ。あの、鈴木も、あの、一緒に行きますよ。ね、どうぞお二人で。ね、行きましょう、行きましょう。行きましこれ評判倒れって感じ。もう割引は持ってこないし。どうしたの。あ、うん、なんでもないよ。なんか元気ないの。あれ、もしかして失恋とか。何言ってんの。そんなことないよ。やっぱり美味しいね。美味しい。濡れてもね、雨に濡れてもね、明日に向かってた。ああ、ありましたね。雨に歌えばね。いいんだね、懐かしいですね。ララララ、セルフーリ、セルフーリ。あ、いいんですか。ほら、ネットあれ、変えたんですね。おやおや、これからは彼らの間でも何やら波乱が起きそうな雲行きですが、それはお楽しみにとっておくとして、では来週の同じ時間またお目にかかりましょう。噛み切れのような冷たい月がしぼんだ心を照らすよ。